ひょっこりひょうたん島、みなさんこんにちは、オルタナのナリトです。いきなりやかましいな、うん、ずっとやかましい。シグレジパンです。決まりました。やかましい。まあ今回はね、はい、またこのメントスコーラをやりたいなと思って。おなじみ。あの前回、うん、メントスコーラを油で塞いだ企画あったじゃないですか。やりました、名物企画。名物ではないけど、コーラの上に油を乗せると、まあ、混ざらない液体だから。そうそう、メントスが塞げたんだよね、うん、あのラバランプ見たくなるっていうね。で今回は、うん、その油をもうちょっと増やしてやろうかなと思って。なるほどなるほど。植物油、うまそう。うまそうってお前。消毒液、ランプオイル、どうやさ、これをねちょっと混ぜていきたいと思います。わ、うん、かりました。まずは一番下にコーラを。一番下はコーラ入れます。一番下は、ここまでは前回と一緒。コーラ、二番目は油、油。三兄弟のやつだよそれ。なんでこの筒で飲むんだよ。でこの次に、これは前回と一緒だね、この上に油は。なんでな、なんだな、なんだな、いきなりボケないで。コーラの上にこのね、油を入れます。いきなり水ボトル、よいしょ。これはもう混ざらないからすごい綺麗な感じになる。おー、いい、うわ、すげえ綺麗。前回同様綺麗ですよ、くっきり分かるね。綺麗、これ綺麗なんだよね。で、この上にこのね、消毒液。あー、いい感じじゃん。おりょう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 りょ、いい感じ、いい感じ。うん、綺麗に分かれてる。うわ、すげえ、すげえ、もう超綺麗。なんか世界遺産の海みたい、これ。あああ。で、最後ね、このランプオイル。これまさか中学校の理科室から取ってきてない？ちげえよ、侵入しねえよ。ジュ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 、うぃー。さあ、こんな感じ。はっきり分かるね。4層。だから前回の倍だよね。うん。これでちょっとメントスコーラをしたいなと思って。いや、いいっすね。さあ、どうなるかな？おちゃらけるな。一気に入れちゃいますか。マジで1個ずつじゃなくて一気にいきますか。まず1個入れてみるか。まずちょっと反応みたいな。じゃあ行きます。うい、いた、下まで来た。おー、来た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 。すげー、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 混ざってる、混ざってる。かなり綺麗、前回より綺麗じゃない？すごい、はっきり分かるね、いろんなものが混ざってるのが。もうちょっと入れてみよう。あ、全部一体化してる、一体化してる、一体化してるけど、でも戻ろうとしてるよね。そうだね、うん、時間がたればまた戻ってくるかも。確かに。うわ、綺麗だ。一番上はここはめちゃくちゃ綺麗じゃん。そうです、保たれてるね。保たれてる。真ん中がぐるぐる、真ん中だけちょっとコーラが混ざり始めてる。うん、メントスコーラ、やっぱオシャンティーだな。オシャンティーだ、これオシャンティーすぎるわ。俺六本木でやりたいもん、このメントスコーラ。